返されるのかみたいな誤解とかがあったり、アニメハンマバキピクルウォーズ編のオープニングテーマを担当している和楽器バンドさん、メンバーの可愛いいたずら話も必見です。ほどけないんですよ。でもたもたしてると押せよって言われるっていう。ダブチャンネルをご覧の皆さん、和楽器バンドです。皆さん海外でもたくさんライブとかされてると思うんですけど、入国の時にハプニングとかって起きたりしますか？はい、初めて、海外公演行ったのが、フランスだったんですけれども、あの楽器を海外に持っていく時にカルネっていうのを申請しなきゃいけないんですけど、そのカルネの申請をしなければいけないっていうのを我々初めてだったんで知らなくて、あら、なるほど。でもう大量の機材をスタッフさんとかとみんなでガラ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 って運んでたら、止められて全部没収されました。お前それ売るのかみたいな誤解とかがあったり、で一生懸命ミュージックビデオを見せながらミーミーってやってもノー。ここからどうなったんですか、没収された楽器たちは。ですね、翌日か翌々日に、スタッフさんが何とか説明してくれて回収できたんで、あ、よかった。リハーサルは全部飛んだんですけど、まあ、取材と、本番は無事できたっていう状態ですね。うん、それはもう大ハプニングですね。ここで実は今回スタッフさんからあるメンバーの噂を仕入れてきました。神永さんに対してですね、はい、半身である尺八を大事なところで忘れてしまったと聞きました。これ台本にないですよ。いつもその僕以外のメンバーの楽器は、そのトランポさん大きなトラックでこう運んでいったりするんですけど、僕だけ尺八自分のリュックに背負ってるんですよ。なるほど、はい、当然ですよ、ちっちゃいもん。大きくないから、はい、まあ、持ち運びがね、あの便利っていうのが、うん、あの尺八のいいところですけど、はい、忘れちゃうんですよね。あれですよ、あの今和楽器バンドが全国ツアー中なんですけれども、はい、あのゲネプロの日、あの尺八を持たずして現場に来まして、ゲネプロ今から始めるよっていう時に来ないと知ったんで、その時にあのみんな待ってますって言ったら心臓がギュッてなったらしいです。なんかなんていうんでしょう、この台本にないわざわざこの垂れ込みをするちょっとスタッフさんの怒りを感じました。そうアイバーサスアイはどんな作品になっていますか？今作はあの戦いをテーマにしてまして、さまざまな時代、さまざまな戦い、まあ、精神描写面も含めて戦いっていうといろいろあると思うんですけど、戦いの後の、世界、そして希望につながるようなエンディングみたいなストーリー性を持たせた作品になってますね。なるほど。この新曲ザ・ビーストはアニメハンマーバキのオープニングテーマとなっていますが、皆さんそもそもハンマーバキは見てたんですか？はい、あの僕大好きでですね、あの僕結構ずっと格闘技やってるんで、なるべくモチベーション高く常に体は動かしてたいので、はい、そのためにも毎日読んでるんですよ、バキを。毎日バキ毎日読んでるんですよ。何年も何年も何年も毎日。なのであの楽曲制作の依頼が来た時は、はい、もうあのここからここまでのストーリーっていうのを聞いて、もうすぐパンって曲浮かんだんで。すぐ浮かぶもんなんですか？まあ、浮かぶぐらいは読み込んでますね。ザ・ビーストの最初の方にこのケチャケチャって音が鳴ってるじゃないですか。あれってどういう意味なんですか？まあ、ちょっと白亜紀からこう復活した原人みたいなお話だったので、民族音楽風のものとかっていうところで、ケチャっていうのはまあインドネシアのバリ島の民族音楽なんですけど、声だけ17声重ねて音を作るっていうオープニング、これもまあ和楽器バンドとしては初めての方法。その声は町屋さんです。あ、そうですね、僕一人で全部やってます。はい、そう思ってちょっともう一回ちゃんと聞かなきゃですね。それではダムガチャを引いて出たお題にチャレンジしていただきます。わあ、なんかガチャ久しぶりだな、なんかすごい。どうも。あ、赤いのが出てきました。ちょっと開けてみます。よいしょ、いきますね。じゃん、維新伝心和楽器バンド。維新伝心、確か
から出すお題にフリップで回答していただきます。心を一つにして3人で同じ答えを出せるかにチャレンジする企画です。はい、これはのメンバーさん8人の中での、はい、あの回答をしていただければと思います。なるほど、同じメンバーを出すかどうかということですね。そういうことですね。皆さんの心がどれだけ一つになっているかという、はい、8人もいるからな確率がね、確率がちょっと、ね、早速お題を出したいと思います。はい、お題は一番癖が強いメンバーはです。みんな強いな。そうだね、みんな強いよね。みんな強いな。皆さん悩んでる様子ですね。おー6つマジか。おいいお題でしたね合わせに行くのは難しい。ちょっと待って、うちのメンバー誰いたっけ。さあそれでは一斉にフリップを見せてください。せーの、ドン。みんな違う。わざとで、わざとだろ、わざとだろ。そこ間違えたんですか。びっくりした。違う人かと思った。そりゃそうだよね。まあでもそれはそうだよね。まあ漢字は間違っているけれども。町屋さん、そっちで来たか。まあもうお二人は神永さんということで癖強いでしょ。強いですね。どういったところが強いですか。もう存在自体が癖しかないみたいな。カフェバイトとか。カフェバイト、なんか最近僕、はい、カフェでバイト始めたんですよ。カフェ店員今してるんですけれど。なんでですか。ちょっとカフェのことを勉強したいなって思って、知り合いのお店で今働かせてもらってて、今あのツイッターとか SNS でもあのシフトは公開してるんですけど。変な人でしょ。癖強いよね。癖強い。もう一問行きたいと思います。はい、もう一問ある。次のお題は一番いたずら好きなメンバーはです。8人の中からお答えください。あ、これはさっきよりもペンの進みが早いですね。いいお題でした。お、よかったです。では一斉にフリップをお見せください。せーの、じゃん。すごい、ねえ、胃袋さん。これはなぜでしょう。もうみんな一致ですね。実際してるんですよ。うん、あの例えばみんなで打ち上げ行くじゃないですか。はい、で打ち上げ行って、よし帰ろうって座敷でみんなで打ち上げしてて、うん、帰ろうって言った時に第三の靴の紐ががっちりこう右と左が結ばれてほどけないんですよ。そうそうそう。でもたもたしてると押せよって言われる。右と左なんで、あの両足くっついちゃってる状態でピョンピョンしながら出てきたって。そりゃみんな一致しますね。でもさっきの癖強には出てこないんですよ。ナチュラルにやってるからです。そうそうそう。ゲストの最新情報をお届けするミュージックニュース。今回のアルバムはですね、そうですね、戦いをテーマにした、作品になっておりまして、すごく激しいナンバーが、続いておりますけれども、激しい戦いが続いて続いて続いた後に戦いの後の世界、そして、希望につながるっていうところまでのドラマティックな、一枚のアルバムになっていると思います。はい、とっても歌いがいがある曲ばっかりなので、ぜひたくさん聴いてください。よろしくお願いします。和楽器バンドさんの今歌いたい曲は。はい、今歌いたい曲は何でしょう。はい、中島みゆきさんの糸です。はい、これうちのバンド楽屋で心一つにするためにやるもんね。よくやってる。立てないとはあなたってやってますね。やってます。ぜひぜひみんなで歌ってみてください。せーの、ダムチャンネル。冒頭のカラオケダムでは新曲ザ・ビーストの楽しみ方を伝授してもらいました。楽しそう。豪華アーティストがゲストに登場。グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。